はい。今回は久しぶりにね、ひじき酒ゲームライフアンソロジー第9回になりますね。ちょうど前回、スーパーファミコンがね、1988年プロトタイプが登場したという話になっていましたが、なかなかね、その後情報が出てきませんでした。ところが半年以上経過した夏ですね、1989年、日本では平成元年になりますけど、7月頃ですね、ついにスーパーファミコンの情報第2弾がですね、掲載されました。まあこちらがね、当時のファミマガになってます。まあマザーですね、当時の任天堂ソフトといえば、まあちゃんと1989年の雑誌ということがわかると思います。さあ、どんな内容だったかということでね、まずは試作型スーパーファミコン89ですよ。89年のスーパーファミコン、まだプロトタイプですが、だいぶね、製品版のスーパーファミコンに近くなっています。まあちょっとパワーボタンが赤くなっていたりとか、 LED の位置でしょうかね、製品版とは違いますよね。これ右側についてます。そしてまだ拡張コネクタが正面についていたりとか、ヘッドホン端子は未だ健在といった感じです。コントローラーポートもですね、製品版に近づいたんじゃないかなと思いますね。最初のプロトタイプはね、ニューファミコンのような形をしてました。そしてコントローラーですね、まああんまり変わってないように見えますが、実はよく見るとね、変わってるんですよね。それはまたちょっと後ほどイラスト描いたんでね、見てみたいと思います。コントローラーね、よく見るとあれっていうのがあります。そして発売日未定がね、当時ショッキングでした。価格は依然未定、しかし来年7月には発表ですよ。1年後にようやく発表という段階というね、いや随分先だなぁと。まあ、確かにゲームボーイが出たばっかりなんですよね、1989年というと。なのでしばらくここ1年はゲームボーイをね、押していくという任天堂の方針なんでしょう。そしてスペックですよ。スーパーファミコンのスペックが確定したと書いてありました。まあ、今まではね、若干可能性もあったんだと思うんですが、このようになりましたと。そもそも前のバージョンがどうだったかっていうのを覚えてませんので、あ、そうなんだといったぐらいでしたね。まあ、こんな感じでいよいよね、発売が近づいてきたのかなと思ったんですが、まだまだこの先1年以上待つことになります。さあ、ここからはね、ちょっとイラスト描いてみましたよ。こちらがプロトタイプスーパーファミコン、まあ89と、89年バージョンのね、プロトタイプスーパーファミコンになります。まあだいぶ製品版スーパーファミコンと同じように見えますけど、まあ確かにね、電源ボタンが赤いとか、LED がね、右側についているとかあります。そして裏側ですね、リアの方です。RF がですね、復活しているのが分かりますね。で、コントローラーですよ。まあ見れば、ああ、まんまスーパーファミコンじゃんと思うんですが、微妙に実は変わってます。どの辺が変わったかというのもね、ちょっと見ていきたいんですが、まずね、こちらがプロトタイプスーパーファミコン、88年バージョンと89年バージョンですが、まあかなりね、製品版に近づいているような気がします。一つわかるのが、通電がわかる LED が搭載されました。そしてね、ポイントだったファミコン切り替えスイッチがなくなってます。そう、おそらく排除なんですね。ファミコンアダプターは発売中止とアナウンスされました。あとはコントローラーの形状がね、コネクターの形状が変わりましたと。いった感じでしょうか。まあ、だいぶね、煮詰まってきたなぁと当時ワクワクしたものですが、
で、裏側のリアですね。プロトタイプ88年と89年、1年後どう変わったかというんですが、AV 入力端子がね、廃止になりました。そして RF 出力が復活してます。まあ、この辺が大きな違いです。まあ、ファミコンアダプターはね、効率が悪いと判断されましたよね。RF をつけることによって、まあ、RF とマルチアウトを併用することによって、まあ、ファミコンが RF、スーパーファミコンがマルチアウトから出すことによって、まあ、並行してね、テレビにつけることができると判断したんでしょう。まあ、こちらがファミコンアダプターというものでした。まあ、いわゆる単体でも動作するファミコンなんですよね。まあ、当時といっても1988年ですけど、任天堂はね、このファミコンアダプターを関節互換と呼んでましたよね。まあ、結局発売ならずといったことになりました。まあ、後にね、ニューファミコンとして形を変えて復活してますんで、無駄ではなかったというわけですよね。さあ、コントローラーです。ABCD ボタンから ABXYLR というね、まあ、いわゆる製品版に習った形になってますので、89年の段階で ABXYLR になったということがわかります。あともう一つは、スタートセレクトボタンの向きがですね、よく見ると逆になってるんですよ。わかりますかね ?88 年バージョンと89年バージョン。自分の絵がミスったわけではなくて、ちゃんとこうなっていました。もう一つはですね、あんまりどうでもいい細かいとこなんですが、型番がですね、変わってました。SFX003 から002になりました。おそらくファミコンアダプターが中心になったため、番号が繰り上がったのかなと予想してます。わかりません。当然です。社員じゃないんだから。ということでね、003から002になってましたね。で、まあ今回発表されたものをこのように並べてみましたよ。いやー、これね、もうパッと見、スーパーファミコンじゃんと。ね、製品版を知ってる方は思います。よーく見るとね、あれ、やっぱりまだ、プロトタイプスーパーファミコンだなと思わせる部分がいくつか見られるといった感じになってます。さあ、ソフトの方ですよ。ソフトはですね、ついに姿を現したスーパーマリオ4、名前はスーパーマリオワールドに変更になりましたけども、スーパーマリオ4がね、ついに現れました。スーパーマリオ4ゆえにスーパーマリオワールドなんですけどね。そして前回はテックデモだったフライトシミュレーターでしたっけ、がドラゴンフライトしたね、よりゲーム性を増したんでしょうか。各種インジケーターがね、ついた形になってね、このようなゲーム性が増したと思われるものが公開されましたよ。そしてついに具体的に参入したサードパーティーがね、21社いるぞということが判明しましたよ。いや、だんだんね、近づいてるなぁと思いました。ゼルダ3のね、情報がまだ出てないんですけどね。そして、あ、懐かしいですね、スーパー暗記法。どのくらい効果があるんでしょうか。で、先ほど紹介したファミマガのね、次の号でも、再びスーパーファミコン特集があったんですが、サードパーティーにね、インタビューしてるんですね。具体的に、どういったソフトが出るのかとズバリ聞いてるんですが、まだまだね、ほとんど何も決まってないという状況が書かれていましたよ。カプコンなんかはね、大魔界村をベースにしたオリジナルゲームを出すと書いてありますね。あとはまあ、ハードの研究中とか、うん、いいものを出したいと。まあ、悪いものを出されてもね、困っちゃいますけど。まあ、こんな感じでね、21社と、今後参入するであろうサードパーティーにもね、聞いています。参入予定あるかないかですが、みんなあると答えてありますが、まあ、あると答えたとこしかね、記事になってないと思います。
そしてね、この当時ね、やってたこと、すごいアホシーンですが、これ、静止画をパラパラ漫画のようにして、うお、上昇したとかね、やってたんですよ。もう一度ね、え、何やってんのと思った方もいると思いますんで、もう一回。ドラゴンフライが、ブーンとこう、上昇していくという、スーパーファミコンの機能をね、パラパラ漫画でね、やってました。飛んでるみたいだよね。うお、すげえ、スーファミって、感動してたんですよ。そのぐらいね、待ちわびていました。はい、いかがだったでしょうかね。1989年のプロトタイプスーパーファミコン第2弾だったんですが、一つね、気になる情報があって、ここですよ。このサードパーティー21社の中に、ナムコがいないんですね、ナムコ。89年というと、ナムコがですね、ついにファミコン撤退と、もうたびたびね、経済ニュースにも出てくるほど、まあ、ニンテンドー VS ナムコ、裁判になってたんですよね。子供心にはあんまりよく分かんなかったんですけど、ただ一つ引っかかったことがあって、なんでファミコンのナムコのソフトは少し安いんだろうとか、なんで他社のやつがやたらに出てんだろうと、不思議だったわけなんですよ。それがね、この裁判に発展するという、まあ引き金にもなっていたというね、そこがね、この80年代後期の熱いファミコントピックなんですよ。ナムコのね、独自ハードも出るんじゃないかと言われてましたし、やたらにね、ナムコが PC エンジンにソフト出してるなぁと不思議がっていたのもこの時期であります。まあこのね、事件がきっかけでナムコはね、まあソニー側につくというね、いろんな伏線があると、まあ今思うと熱い時代でしたよね。次回はナムコ VS 任天堂。ではまた。